例えば去年、ちょうど暮れに、吉村順三先生の開講展と、で引き続いて前川邦夫先生の開講展が東京でありまして、まあ、両方見に行く機会があったんですが、一番面白かったのはやはり、スケッチとそれから図面だったですよね。まあ、僕自身非常に、海外に旅行する機会が多くて、で必ずスケッチブックを持って歩いてるわけで、でこのスケッチブックっていうのはその旅行の記録であって、例えばたまたま面白い建物を見るそのスケッチでもあるし、同時に長いその飛行機の中の時間にいろいろとその今やっている仕事のですね、スケッチを、やはりその思いついたことをすぐに書き留めておく、という意味と、それからさまざまなアイディアを探し、まあ求めていく一つの奇跡でもあるので、でそういうような記録は自分では、まあ意図的にって言いますか、必要もあって、まあ残してってるわけで、でまあそういうものはおそらくいずれ誰かが見たり、そういうことはあると思いますけどね。さまざまな形でそうした建築、あるいはその建築を取り巻く社会、それから建築を作った方々のですね、記録を残していき、非常に多くの方に目に触れる機会が今後もあると思いますし、また一方において、その建築士とか、あるいは建築評論、それからまあ実際に建築に携わる方が特定の作品とか、あるいはそれの成り立ってきた状況をですね、知りたいという、まあおそらくそういうことも今後非常に多く行われるだろうと。まあ、特に日本のようにスクラップ・エンド・ビルトが非常に強い社会ではですね、まあできても数十年でなくなってしまうものもありますし、まあ、そういうことはおそらく多くの建築家がですね、まあ、我々のように数十年プラクスしてると必ず経験されていると思います。まあ、それだけにやはり、アーカイブが果たす役割っていうのは、まあ、今言ったような観点に立ってもですね、非常に、重要な機能をですね、果たしていくんだろうと、まあ、そういうふうに考えています。